皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特異の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全。小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には、床のコーティングがおすすめです。床のコーティングなら、セラフ榎本にお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸バツクイズです。アルプスの少女ハイジのヨゼフのモデル犬は、セントバーナードである。答えは、あれです。アルプスの少女ハイジは1974年に日本でテレビアニメとして放送されました。ヨーゼフは主人公ハイジを預かるおじいさんの飼っているワンコで、このアニメに出てくる癒しキャラです。モデル犬になっているのはセントバーナードです。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。